はい、皆さんこんにちは、久保です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。さて、今日は216万円、まだ知られていない新 ID を銘柄をエアドローでゲットする方法ということでお伝えしたいと思います。はい、ですね、かなりね、期待できる銘柄が ID をされるんですけども、まだそれにね、ほとんどの方は気づいてないようですので、このチャンネルでですね、皆さん多くの方が気づく前に、それをゲットする方法をお伝えして、で、爆益を得てもらいたいなと思っております。で、本題に入る前にですね、僕のことをご存じない方のために簡単に自己紹介しておきますと、投資歴が13年目になりました。で、仮想通貨以外もですね、FX バイナリー株、もともとこちらの方が長いんですよ。経歴としては長い。で、いろいろやって全てで勝ち続けております。で、仮想通貨ね、今まさにね、いい時悪い時激しいんですが、今まさに悪い時であります。はい。で、いろいろやってるのはですね、ポートフォリオを組んで、で、仮想通貨の悪い時、いい時、結構激しいので、悪い時でも他でカバーできるということで、ポートフォリオを組んでやってます。で、へこみをね、なるべくなくした方がいいです。これは間違いない、と思ってます。で、お金が減ってね、嬉しい人ってあんまいないと思うので、はい。なので、なるべくへこみを少なくするというのを心がけてもらうと、その投資、人生ってね、投資だけじゃないと思うんで、人生の一部なんですよね。はい。投資っていうのは人生の一部だと考えてますので、お金がね、仮想通貨やってて、で、ちょっと仮想通貨全体で、冬の時代というか、調子が良くない時に、それでその人生左右されちゃうっていうのも、正直あんま良くないと思っているので、なるべくね、凹みをなくしてほしいと思ってます。はい。で、そういったやり方っていうのは、このチャンネルでね、昔から発信してますし、今後もやっていきますので、ぜひ期待していてください。あとですね、お年玉企画のアンケートをたくさんの方ご協力いただきました。本当にありがとうございます。で、締め切りしたのが金曜の日付変わるまでなんですけれども、460ぐらいかな。470名ぐらいの方ですね。はい。に、お答えいただきました。本当にありがとうございます。で、ね、じっくりね、見て、それから決めたいと思いますので、もう少々お時間ください。はい。それでは今日のね、本題の方にやっていきたいと思います。でその、IDO のプラットフォームというのは、みんなご存知だと思うんですけど、レイディウムですね。ソラナの DeFi、DEX のレイディウムで、アクセルレーターというですね、IDO プラットフォームのページがあるんですけども、そこで、される、スペースファルコンというですね、銘柄です。で、これね、まだ、レイディウムのアクセルレーターのページですね、には公開されていないし、メディアムとかも出ていない。で、このね、レイディームのツイートで、流れてきて、で、今固定で、この一番上にされてますけど、はい。ここでしかね、発表されてないと思います。あとは、テレグラムとか、ディスコードでは書かれてるかもしれないですけども、結構流れちゃうっていう感じですね。こうやって、見てたら、こんなんあるんだ。なかなかね、これ、リアルタイムでね、見てないと多分、気づかないでしょうし、今固定のね、ピン止めしてますけど、レイディームにこう見に行かないと要は見えないわけですよね。はい。なので、このスペースファルコンっていうのが、レイディームで IDO されるんだっていうのを、まだ知ってる方っていうのは、あまりいないのかなと考えています。はい。で、このプロジェクトね、ちょっと見てみましょう。で、こちらスペースファルコンのツイッターのアカウントなんですけどもね、フォロワーね、かなりいるんですよね。13.5 万人。はい。で、13.5 万人いる割には、全然ね、そのレイディウムで ID をされるっていうので、見かけることが本当に少なかったということで、穴なのかなと思ってます。で、どんなものかというと、ここに書いてあるメタバース、フューチャリング PVP スペースシューターゲーム。ゲームですね。はい。で、ファントムギャラクシー、僕が以前動画で紹介したファントムギャラクシーに、似た感じのこういう戦闘機を使って、戦うみたいなゲームで、向こうはソラナじゃないんですけども、はい。ソラナチェーンで、同じことをやろうとしてるという感じで。で、かなりね、こう、作り込まれてる感じがあって、期待できるんじゃないかなと。そのおかげもあってフォロワーがね、結構多いのかなと思ってます。はい。で、この、スペースファルコンがですね、このレイディウムのアクセルレーターで、やる予定なんですけども、詳細はまだ出ていない、モアディティールスーンということで、詳細は間もなく出ますよと。
ということみたいなんですけれども、なんとね、このスペースファルコンがエアドロップキャンペーンをやっております。はい、 IDO とは全然別で、スペースファルコンのですねトークン FCON、まあ、読み方 F コンなのかわかんないですけど、 FCON というファルコン、スペースファルコンのトークンをエアドローをやっています。現状もやってます。はい、なのでこれ ねすぐに参加した方がいいです。その理由としてはですね、まあ、後ほどちょっとお見せして喋るんですけども、これ見てください。87日、このキャンペーン終わるまでに87日あるんですね。あと87日、結構ね長く続くんですよ。でその間毎日ねデイリーボーナスっていうのがあって、でそのデイリーボーナスこなしていくと当選率が上がっていくっていう感じです。はい、なのでもう早く、一日でも早く始めた方が、利益に、つながりますので、ぜひねこの動画を見たらすぐやってもらうといいと思います。本当にやること少ないんで、まあ、すぐできますんで、ぜひチャレンジしてみてください。ここまでですね、よく分かったよって方、あ、こんな銘柄がね期待できそうなメタバース銘柄が IDO されるんだ、いいと思ってもらえた方は、ぜひねグッドボタンの方を押してください。よろしくお願いします。さて、ではちょっと金額の話をしたいんですけども、はい、1000万 FCON が今回、配布されると。で、これいくらかというとですね、1FCON ですね、$0.02なんですよね。こう書いてあった。はい。パブリックセール。はい。IDO のことですかね。はい。パブリックセールプライスオブ、1FCON トークン is $0.002ということなので、はい。1000万、FCON かける0.002ということで、はい、2万ドル分エアドロされます。はい、なので66円、はい、232万円ぐらいの FCON がエアドロされます。パワポの資料見すぎましたね。216って書いた、232でしたね。はい、でこの232も、その、要は、まあ、パブリックセールのレートなので、まあ、ここからね、さらにね、跳ね上がることが予想されます。まあ、メタバース銘柄でソラナでこんだけね、フォロワー入れると多分ね、通常じゃったら本当に、50倍とかね、100倍とかなったりするんですけれども、はい。まあ、今ちょっと市況が悪いんで、まあ、30倍とかね、20、30倍ぐらいかなと思います。まあ、なので25倍ぐらい、かけてますと。5800万円分ぐらいですね、こうエアドローされるわけですよ。はい。なので、まあ、かなりね、大チャンスであります。はい。ここにね、その、1等から3等までの金額書いてあるんですけども、1等が、ドル換算したら4000ドル分。はい。4000ドル分なんで、4000ドルですよね。で、これ、仮に25倍だったら、10万ドルなんで、1160万円ですよ。はい。まあ、人生変わるレベルですね。はい。一等だと人生変わるレベル。二等でも結構変わりますね。1600ドル ×25×116。はい。464万円、ですね。で、三等で、320ドル。320ドル ×25×。はい。まあまあ、なかなかの数字です。はい。なので、一等1人、2等が5人、3等が25人ということで、はい、RK がね、高いです。かなりね、配分、特に1等、2等の金額がペラボーにでかいんで、これめちゃくちゃ熱いと思いますので、ぜひね、やってみてください。これね、まあ、よくある、よく本当によく見ると思うんですけど、グレアムっていうプラットフォームで、こういった抽選のね、プラットフォームなんですけども、いろんなプロジェクトがエアドローとかで、これを使っております。はい。で、もうこれね、仮想通貨、で、エアドロとかもらおうとしたら必須なので、はい、ぜひね、これもやり方を覚えてください。で、僕の動画では何度もね、説明してますので、今日は詳しくは全部やりませんけども、まずメールとかツイッターとかでログインをして、で、その状態でまあいろいろタスクをこなしていくと。で、タスクもツイッターをフォローするとか、こうディスコードにね、入るとかね、例えば YouTube 見るとか、見るというか訪れる、Facebook 訪れるとか、まあ、そんなもんです。はい。やれば、誰でもできます。はい。全然難しくないです。で、これをね、やっていくと、こう、抽選券が溜まっていくということです。で、溜めた方が、当たる確率は当然上がるので、もう、できれば全部やった方がいいと思います。ね、たまにね、なんか、この不具合なのか知んないですけど、できないやつがあったりします。はい。で、そういう時にね、こう、まあ、僕は、もうある意味受け入れております。まあ、仮想通貨、
ではまあよくあるんで、まあ何かしらのバグだったりね、本当に多いですから、まあ、そういうのにこう時間をね、めちゃくちゃ取られまくっても良くないと思いますので、この場合もね、すぐね、ちょっと時間を置いてやってみるとか、まあ更新をするとか、ウェブの更新ですね、ウェブページの更新をするとか、まあいろいろ試して、まあそれでもできなかったらしゃあないと。諦めるっていうのが、まあ、仮想通貨とのいい付き合い方なのかなと思っております。はい。で、一応ね、この、アンサー、クエスチョン、質問があるので、ここ3つだけはね、ちょっとやってみたいと思います。はい。アンサーザクエスチョンコレクトリー。正しい、答えを、まあ、入力するという感じですかね。で、何のブロックチェーンを使っているかということで、まあ、ソラナだと思うので続けてみます。はい。無事正解でした。なので、一番上はソラナと入れてください。はい、二つ目がですね、ソラナでポピュラーなウォレットは何ですかで、ファントムウォレットかな。はい、ファントム、ウォレット。はい、こちらで行ってみます。やった、合ってました。はい、で、三つ目、スペースファルコンのトークンの名前は、FON、これかな。はい、やってます。はい、全問正解です。なので、上からですね、ソラナ、次がファントムウォレット。で、三つ目が FCON。これで入れてください。はい。あとはですね、ツイッターフォローしたり、テレグラム、ディスコード、あとは YouTube とか、まあ、いろいろウェブサイトとかですね、インスタグラム、Facebook、いっぱいありますね、これ。はい。訪れればね、ポイント貯めていきますので、やってみてください。で、さっきね、話した、1日でも早くやった方がいいっていうのは、これですね、クリックフォアデイリーボーナスエントリー。1日1回ですね、2ポイントもらえるみたいです。はい。で、0時に、切り替わるのかな。日本時間の0時、でリセットされるのかな。まあ、とりあえず1日1回ね、やってもらえると当選率がね、上がってきます。でまだね、87日ありますので、87×2 ってことは、174ポイント分ですね、毎日やれば、当選率上がってきますので、もうこれやるの本当に、ね、毎日やるって言っても本当に5秒で終わりますからね。はい。この5秒を毎日やることで、1160万円が、最大で当たります。はい。なので、これも本当にやらない手はないと思いますので、ぜひね、本当にすぐできますので、この動画を見ながら、はい、質問も答えていただいて、3つの質問ですね、クエスチョン。はい。僕は答えを入っておきましたので、はい、ぜひチャレンジしてみてください。はい、そんな形で、今日はですね、まだね、知られてない、アクセルレーター、レイディウムの IDO の銘柄、スペースファルコンの、エアドロゲット方法というのをお伝えしました。はい。で、またね、このアクセルレーターでの IDO の情報が入り次第、お伝えしますので、ぜひね、教えてよという方は、このグッドボタンの方を押しておいてください。あとは今日の動画ね、いいなと思ってもらえた方は、ぜひね、グッドボタンの方をお願いします。はい、それでは今日は以上で終わります。またね、次回の動画でお会いしましょう。寒い日が続きますので、体調にはね、くれぐれもご注意ください。はい、では皆さん、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。